看板がそれかと思って、うん、シミビストンそれか、シミビストンそれか、シミビストンそれか、これは本当に危険ですね。うわーなーい、今日も今日とって動物園ホラーライトのお時間です。いや、なんかちょっと久々な感じするな。そうね、ちょっとお待たせしてしまいましたけれども、うん、はい、本日も、調査班ホラーナイトなんですけれども、はいはいはい、はい、出張ホラーナイトウィークやりましたね。やったね。やべえ映像が何個かありました。やらしいですね。なぜ気づかない、ほんまに俺もだけど何人も経由してるのにね前も言いましたけど、アップされてから例の力で付け足されてるんじゃないかみたいな、編集にはないんじゃないかっていうね、編集中は。そうなんだよな。そんなレベルの現象が3つほどありまして。3つ、でかいな、多いな。本日はそのうち、うっ、なんかさ、あ、なんか当たった？え？なんか当たった？当たってないんだけど、だいたいいつも大輝当たってるじゃん。大輝でしょ。俺当たってないじゃん。動いている気配がなかったもんね。うん、そうだね。え、やば。まあ過去のまだあるんですけど、調査班が、はい、本日は出張ホラーナイトウィーク特集。おお、そこの調査ホラーナイトやっていこうと思います。はい、よし。一つ目の動画です。稲川淳二の怪談話に出てくる、心霊スポットで現象に襲われた。一番最初のね、ホラーナイトウィーク1本目のお話です。はい、同僚どうだ。今行ったね。これガチでヤバいんじゃない。ミシちょ、マジでヤバい。いや、ミシミシとか言わないよ、今ね、うん、どんな後ミシミシバチって7分7秒男の声で待ってって聞こえる。いやちょっとえぐいて。え、ちょっとさ、このベンチ待って、ガチ、声はリボンっぽいのよ。俺いない。これリボンいないんですよ。いないですね。でカメラに一番近いのが、まあカメラ超近いじゃん、元明らかに、うんうん、でかつ、まあ誰の声でもないんですよ、もうリボン以外だと。これ放出がだけど、一応ここの間近に恭平がいるから恭平かなって思って見たんですよ。それ踏まえてちょっと皆さん見てください。え、ちょっとさ、このベンチ待って待って待って、うーわ、これ全然なしですね。はっきりすぎない。でも確かに俺この声質がいくなってことですか。そうだ。これは前編ですよね。うん、そうだね。後編を持ってやばいんです。41秒、はい、俺と急な間に顔のようなものが映ります。なんか増えたんですよ。え？おいおい、触ってなかったよね。あー、分かった。目、鼻がさ、すごいくっきりしてる、うんうん、目、鼻。しかもこれ、その現象が起きた直後だね。その携帯が勝手に切れたっていう、うん、みんな焦ってるもん。まあ、果たしてこれはその例だったのでしょうかというところですよね。いやー、やばいね。タイミングすごいね。まあ、安心してください、皆さん。安心できないでしょ。今日の最後のに比べるとレベル10段階中3ぐらいなんで、こんな波状で顔してる、めっちゃ怖いけど、まあ、これもね、まあ、顔に見えてしまうと怖いですけど、木とかなのかなみたいな、まあ、隙間可能性はまああるっちゃ、まあ、じゃあちょっとレベル6ぐらいまで上げましょう。おお、1位、おお、倍だよ、上がるな。1分48秒、とんでもない声入ってます。え、声か、こんな声でかすぎて信じられないかもしれません。え、てかなんでこんなベンチあんの、ここに。ね、聞こえたな、ベンチ多すぎ。はぁ、え、これ誰かでしょ、どうぞ。俺言ったやか分かんないけど、このタイミング見てみ、うん、そんな声出すタイミング1ミリもないぞ。てか、それが全員聞こえてたら多分振り返るよ、びっくりして、うんうん、もうちょっと前から見ようか。これベンチ、え、てかなんでこんなベンチあんの、ここに。ね、聞こえたな、ベンチ多すぎ。本当にやばい。ホラーナイトウィークの現象やばいんですよ。やばい、やばい。調査班のコメントがもうダーって来てて、いいね数もすごいし、もうありとあらゆる人がもうやばいと感じていたんです。やば。じゃあ続いて5分51秒またね、声がするんです。今俺髪長い女の人が首で振ってて見た、俺マジで。降りる。いや、マジで。そうだ、ちょっときつい。これちょっと逆再生したいね。あー、ちょっとやばい、やばいっす、やばいかもしれない。俺、うわーに聞こえないの、なんかね、ラ行入ってるの。まだまだあります。まだあるの、まだあるよ。続いて11分16秒叩かれる音がします。木の影からこうでしょ。そうそう、なに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 、はい、おー、うわー。で、誰も気づいてないんですよ。え、なに、めっちゃでけえ音してるよね。なんかその前に聞こえる。
それな。ね、あ、そうだね。違う、それじゃない、それじゃない。それじゃない。その前にもっとヤバいの入ってる。ゴロ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 みたいな。嘘。なんか押して。あ、弾いてる音みたいな。弾いて。ガチ。当たっちゃいましたみたいな音してる。いくよ。木の陰からこうですよ。そうそう。なに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 。メンバーが何かに当たってこの音出たって感じじゃないもんな。違う違う、この極限のタイミング何か落としてたら俺はビビってると思う。ああ、そうだね。続いて12分17秒です。はい。月の横の影が動くみたいです。これね、結構不自然な動きするんですよ。何何、今度は体とメンタル削りつつゾッとする動画届けていきますのでチャンネル登録まだ済んでいない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。誰の動きとも合わせる。帰りは俺と似てるじゃん、動きが。だったら最初はどうやって入ってきたか。本当そうだね。体とメンタル削りつつゾッとする動画届けていきますのでチャンネル登録まだ済んでいない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。何かいるんだ。なんだろうね。だってカメラってか、あの電気ど真ん中にあるじゃん。で、これあー、びっくりしたマジで。出張ウィークまだまだたくさんあるって言ったじゃないですか、現象。はい。車で、かつタツキの方で現象、やべえのめっちゃ起きてる。次タツキじゃん。これマジやべえのがたくさんあるんです。今回はまだ同僚ドアとの話と、このあと八王子城のピックアップをするんですけれども、はい、まあまださ、あと3個あるじゃないですか。レアボックスと、うん、トンネルの前後編、うん、いけつない数、こういうところ、同じような場所で、うん、車の中で現象起きてるんです。やばい。あ、じゃあやっぱついてきてるんだよ。ついてきてるんですよ、うん、本日最後の動画です。やばいやばいやばい。なんかもう急に声出すの、ほんとやめて。体験談が大量に寄せられたスポットでついに冬霊が見えたという。怖いな。八王子城はやばかったよね、これ。俺の経験のあるところ、これやっぱコメントでもすごかったけど、なんか八王子の人たちでも本当に行かないぐらい。そうだそうだ、マジでやばいところらしい。まずはジャブから入らせていただきます。8分35秒ですね。光がなんかすげえ動き方してます。渡んないで帰れんだよ。これが、だからこれ俺行った時こう封鎖されてたの。これ皆さん分かりやすく説明しますと、これ、はい、iPhone のライトで僕たち照らしてますよ、うん、そうね。それ今見えるんですよ。これ見てる人も分かりやすいと思うんですけど、うん、大輝が持ってるのがその iPhone のライトなんですよ、うん、いや、なんだと、マジで見えるの、この大きさは何なんだと。カメラがで全然虫じゃないの、絶対違う、光ってる。全然違う、もう自らが光ってるんですよ、これ、うん、ん？なんか恋しなかった。わかんない、それ全然わかんない。なんか、全然結構ずっとしてた。しかも後半動きやばい。後半やばい。何？月らへんずっといるよね。オーブって言ってもちょっと言い切れないぐらい強い光。レベル6、もう一個いかせて。ちょっとレベル6やばいから。10分24秒言葉の後に同じような言葉を女性の声で入ります。え、やばいの、やばくない。これこそやばいのじゃない。多分いけない。これ、あ、これなんか唾液って言うの。やばいの、やばくない。これこそやばいのじゃない。多分いけない。これ、あ、これ唾液。うわ、で、唾液だって連呼してない。しかも唾液って言ってるよ。唾液って聞こえるんだけど。え、いや、それは言ってない。嘘だ。やばいの、やばくない。これこそやばいのじゃない。多分いけない。これ、あ、これいや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 、嘘だ。めっちゃ違う。マジ。でもこれさ、お前過去に行ったことありますよ、じゃあこれ。そうだよ。しかも、じゃあじゃあ、落ち着けと。女の声してんだよ。そもそも。いねえのよ、もう。男しか。本当にやくい。そう、落ち着いたらもう、もっとやばい。何言ってるとかじゃないの。気を取り直して、続いてですね。出てきました。いやー、怖いか、マジ怖い。後ろでクリームでこうふーんつって、マジ怖い。誰の動きとも合ってないじゃん。しかも光ってんだよね。うん、光ってる。この時だってね、めっちゃ真っ暗だったもんね、周り。光みたいなもんがなかった。なかった。変な話、初日とかでさ、もうついちゃってんじゃない、車。うん、あるあ、それありえるな。なんなら末期でもおかしくなってるかもしれない。絶対違うよ。こんなんならないよ。ちょっと閉めます、怖いので。いや、マジ閉めます。はい、ということで、今、ちょっと閉めます、怖いので。いや、マジ閉めます。はい、ということで、今。やばい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 や
覗いてたら見えちゃった、教員見えたっしょ。これまずいよね。なんかパッて覗いてて、うん、急にこう引いてくるんですよ。うわ俺これ一番怖えと思って引くのよ。うわやばこれ。さらっと紹介したけど、これ最高レベルじゃないの。これ、うん、これはまあ8ぐらいで結構調整するんです。 8? すごいね。いやいやいや、でも結構やばくない？ちょ、もう一回もう一回見て、もう一回見て、これ本当にやばいね。ガチよ。絶対違うよ、こんなんならないよ。ちょっと閉めます、怖いので。やばい、閉めます。はい、ということで今ちょっと閉めます、怖いので。やばい、閉めます。はい、ということで今こう見てて、あうわ、パッマジなんか、てんてんてんって感じ。うん、小玉の本当にやばくない？出張ウィーク。いや、本当にやばい。マジで2カ所でこんなのって確かに、新スポ1日で何件も回るってやっぱそういうことなのかも。全部セリングでこの家の例とかも来ちゃってるかもしれない。やばいな、リスクはやばいだけど。それでは本日のメインディッシュといきましょうね。これじゃないっすね。違う、とどめ刺されてます。これじゃないんです。感想言い合うやつじゃないの。その問題のシーン5分ちょうど、恭平の顔があるじゃないですか、うん、こういう風についてるんですけど、恭平の顔のところにありえない速度で手の影がガチ、みたいな、俺の首を絞めるみたいな、影の動きがマジされるんです。まずじゃあノンストップで見ていただきます。俺も終わったかと思ったんだけど、てか俺もその看板がそれかと思って、シミビスタン、それシミビスタン、それかシミビスタン、それかうわぁほんとだ、マジでやばいの。それかと思って、うん、スローにします。マジえげつないんで。もし看板がそれかと思って、うわーいろんな本気の手が両上のところに来てんの。こうやって多分見てるもんね、女性この時ね。そう、共演が女性を見ちゃってるから、ね、こんなこと普通しないもんな、ね、いやいよ、しないしない、こんなタイミングで、しかも何個も蹴るから、ね、これこれが10段階中10でヤバいとされている映像でございます。やばい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 。共演さんなんてただでさえね、なんか例に首絞められたことある。うん、そうそう、まだ2回目お前。まあこういった現象が起きてしまったのかなと思います。うわ、やばかったー。ちゃんと噂通り、怖すぎる、マジやばい。まあ相当怖かったと思いますけれども、まだ2カ所行きましたね。うん、そうだね。そちらの方がやべえことになってます。うわー、体調になってきたわ。そっちは10段階中もう18です。あー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 、もう超えちゃったよ。当たり前のように超えてくるとやめてくんじゃったんだよ。いやもう超えちゃってます。ワンチャンこれの倍近くのものくるぞ。倍は来ます、確実に。いやそれなん、それどころじゃないかも。え ST のホラーナイト史上で一番ヤバい映像です。マジ、そうでしょ。それはね、後日撮影しますので皆さんお楽しみにということで。やべえ、やばいね。出張ホラーナイト、出張ホラーナイトウィーク第2弾高評価突破していただきましたので、僕は第2弾行ってきますので皆さんこんなね、本当に僕たちね、この危ない目に遭いながら撮影していますので、チャンネル登録と高評価本当にお願いします。本当にお願いします。よろしくお願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。ふっ、ちょっとさ、このベンチ、待って。なんか切れたんですよ。え？ね。聞こえたな。ベンチ多すぎ。マジで。降りる、降りる。いや、マジやばい。ちょっと閉めます、怖いので。いや、マジ閉めます。はい、ということで今。